コーヒー桜の大西です。今日はですね、金属フィルターのご紹介をしたいと思います。ご紹介といっても、まあ以前にもご紹介させていただいてるんですけども、2月に発表させていただきまして、クラウドファンディングの幕開けと、ちょうどこちらでも動画が流れてるんですけども、幕開けで最初にご紹介させていただきまして、431名の方にご支援をいただきました。どうもありがとうございます。ちょっとですね、発売が予定より遅れてまして、本来であれば4月に完成して5月発売予定だったんですけれども、ようやく、先日商品が出来上がりまして、で、おそらく、まあ、ほぼ間違いないんですけども、6月に発売の開始予定となっております。で、こちらの商品なんですけども、先ほどの申し上げましたクラウドファンディングサイトでですね、皆様に5月に発送するということでしたし、あと他にもですね、店舗で優先販売予約をですね、させていただいたりとかして、ネットでも販売させていただいてるんですけども、それもちょっと1ヶ月ずつずれてしまいますので申し訳ありません。で、こちらですけど、再度まあちょっとご紹介をさせていただきます。これは以前のですね、動画と同じことをお話しさせていただきますけども、まあまだご存知ない方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話をさせていただきます。通常金属フィルターですね、ずいぶん前からあるんですけども、通常の金属フィルターは、こんなイメージだと思うんですね。こういうものが多いと思います。で、メッシュはですね、結構、細かいんですけども、やっぱり、コーヒーの微粉がですね、通り抜けてしまって、抽出したコーヒーの液体がですね、ちょっと濁ったりだとか、粉が浮いた、ちっちゃい粉がですね、こう、浮遊してたりするんですけども、こちらの、金属フィルターは、非常にメッシュが細かいので、そういうことがなく、澄んだ色のコーヒーが、を抽出することができます。で、18ミクロンというメッシュサイズです。で、これ実はですね、従来から、ありまして、同じ、これはユニトレードという会社さんが作ってらっしゃいます。同じ愛知県、コーヒー桜のある同じ町、愛知県瀬戸市にあるユニトレードさんという会社が、2016年だったと思うんですけども、発売して、もうかなりの皆さんに使っていただいてて、当店でも販売させていただいてるんですけども、これがですね、13ミクロンなんですね。向こうがちょっと透けて見えないぐらい細かいんですけども、もう少しちょっとこう、粗くして、13ミクロンから18ミクロンに変更して、ちょっとこう、コーヒーの落ち具合を、改善した商品になります。で、かつ、今回はですね、チタンコーティングの、ものも同時に発売をしております。で、チタンコーティングの何が良いかというと、ステンレスっていうのはですね、結構こう、コーヒーに触れるとですね、なんか、嫌な、ちょっと嫌なというかですね、ちょっと味が変わるんですね、変化するんですね。で、僕は、その味が変化する、味をですね、ちょっと黒糖っぽくなるような感じがするんです。こういう金属製のフィルターでコーヒーを入れると、ちょっと出来上がったコーヒーが黒糖の味がを感じるんですね。ですが、こちらの金属フィルター、ごめんなさい、チタンコーティングのフィルターですと、チタンはですね、すごく金属として安定してますので、なんか成分が変わるということがありません。ステンレスはですね、皆様もご経験があるかもしれませんけども、ステンレスのスプーンとかを舐めるとちょっとピリピリした感覚だとかある方もいらっしゃると思います。あと、これはちょっと分かんないんですけども、口の中のですね、詰め物が、金属の詰め物が影響しているのかもしれません。ちょっとそれは詳しいことは分かりませんけれども、チタンコーティングの方が、味がこう、そのままのコーヒーの味が抽出することができます。でもこれ、実はですね、これ、どちらが美味しいかっていうと、結構こう、意見が分かれるところもあって、私はこちらの方が好きなんですけども、うちのスタッフの中でもこう、
ブラインドでですね、目隠しでこう2つ入れた時にどちらが好きかといった時に、まあ、こちらが好きという方もいらっしゃいます。で、あとですね、今回は今まで1人から2人用のサイズだけだったんですけども、今回は、大きいサイズ、3人から4人用のサイズも、発売されます。ホルダーがセットになってまして、こういうホルダー付きで、サーバーの上に載せて、使えます。で、大きいサイズの方も、まあ、ホルダーが付いてるんですけども、まあ、兼用なんですね。同じ、サイズのホルダーが付いてて、まあ、角度は同じなので、同じホルダーを使います。で、セット内容は、ホルダーと、まあ、金属フィルターとがセットになっています。全部で、4種類あります。1人、2人用サイズの、ステンレスフィルターが、チタンとステンレスと2種類ありまして、今度は大きいサイズがまたそれぞれあります。で、箱もですね、まあ、それぞれありまして、こちらがステンレスフィルターの箱です。こう、割とこう、正方形で可愛いですね。こちらも、こちらがチタンコーティングの方です。こちら金のコーティングで、はい、こういうデザインにしております。はい、で、まあ、大きい方はというと、まあ、こういうサイズで作っております。ラージサイズと、まあ、こう小さい方。こちら一応、まあ、商品名としてはソロサイズとラージサイズになっています。一応ですね、まあ、順調にというか、まあ、遅れてはいるものの、もうほぼほぼ目処は立ちましたので、おそらく来月の発売になるかと思います。また発売しましたらご案内をさせていただきますのでよろしくお願いします。その他にまたいつものことですけども、まあ、なんかご質問とか、ありましたら遠慮なくコメント欄の方にご記入いただければと思います。いつもご視聴ありがとうございます。